欢迎来到 CFA Show， 我是东京的主持人杨子。现在我们来到了东京的下北泽。那下北泽是什么一个地方呢？这边是一个超级文艺的区域。那特别是我们现在在的一个是叫南口。那南口呢，除了有很多古着店以外，还有很多小剧院，还有很多live house。对，那所以我觉得来东京玩的时候，你可以有一个新的选择。今日買い物ですか？そうですね、ブラッド下北沢。なるほど、はい、あ、お名前ですか？あ、ゆいと言います。ゆいさん、はい、かっこいいですね。軽く今日のファッションを何か教えてもらってもいいですか？今日のファッションは、はい、そうですね、割と飲み会とかを上に持ってきたんですけど、足元とかは結構私あー、かわいい。これどこのですか？スタンス、スタンスって、はい、あ、LA のブランドなんですけど、結構もう日本でも流行ってきて、へえ、靴がめっちゃかわいいです。これ2つ自分でってよく言われるんですけど、うん、これありがとうございます。へえ、これはダンク、エアホースランド。へえ、かっこいい。なんか好きなテイストっていうかあります？好きなテイストは、うん、割とこうメンズライクな格好が好きなんですけど、見てて、あ、本当ですか？なんかその中でも、うん、結構シルエットとかを気にして、はい、細身とか、そうですね、細身だったら上はちょっとロング丈とかの方が好きですね。じゃあなんか好きなブランドとか教えてくれる？好きなブランドは、ディーゼルがもう結構ずっと私は好きで、あと最近は24カラットの、はい、またちょっとファッションに特化した方のブランドがあって、WX4 っていう、まあ、これもなんですけど、結構ハマってますね、今。へぇ、かっこいいですね。あとハットも同じブランドなんですけど、はい、かっこいい髪の毛。これどうなってるんですか？ツーブロック。これはそうですね、今、こっちだけ刈り上げてて。自分で？あ、まあ伸びたらちょっとやって。そうですね。最初は美容師さんに。すごい。まあ、ハットが飛ばない。なるほど。滑り止めの。なるほど。そういうこと？それもある。なるほど。はい。そうですね。楽しんでください。ありがとうございます。